4月18日、アサヒビールの関係者が松山市の野志市長を訪れ、道後温泉に新しくできる別館、アスカの湯をラベルにデザインしたビールの発売を報告しました。道後温泉の別館、アスカの湯は今年9月に完成予定です。アサヒビールではそれを記念し、西条市にある自社の四国工場で製造されるアサヒスーパードライの中瓶のラベルに、アスカの湯の外観デザインを取り入れ、5月末までの予定で5万本の販売を開始しました。販売初日となったこの日は、アサヒビール松山支社の小野里支社長ら2人が松山市の野志市長を表敬訪問し、アスカの湯を使ったラベルデザインを披露しました。ラベルを見た野志市長は、アスカの湯の外観や名前、オープン時期まで分かってもらえるのでありがたいと PR 効果に期待を寄せていました。このアスカの湯をラベルにデザインしたビールは、松山市を中心としたエリアの旅館やホテルなど業務用に販売されるとのことです。